2001年宇宙の旅の12分の1スケールのフィギュアシリーズなんですけど、ムーンウォッチャー、人猿の開封をしたいなと思います。今回の箱も段ボールに収まっておりまして、いつもよりねちょっと一回り大きいサイズですね。さあ出てきました。はい、こんな感じで、ね、正面のサイズは一緒なんだけど、横から見ると倍ぐらいありますね。このような帯に囲まれておりまして、今回ベージュかな、ロゴが入っており、かっこいいね、人猿のイラストが入っております。めちゃくちゃかっこいいね。はい、まあこんなものです。では開けていきます。はい、出てきた。とにかく今回パッケージね、マジででかいっすわ。かなりのボリューム感、こんな外箱に入っておりまして、ぐるりと回ると裏側がこんな感じでございます。劇中のね人猿の写真が2点載っておりますけど、これもね後の伏線になる2点ですよね。そして、まあムーンウォッチャーの説明書きがあります。そう、パッケージの中はこんな感じでございます。付け替えパーツであったりとか、なんかぐちゃぐちゃしてすごいね、ヘドラのようなぐちゃぐちゃ感があります。そしてさらにおまけのパーツがこうなりますよと。おー、いいじゃん。すげえのが出てきた。このモノリスをね取り出すと中はこんな感じ。台座がついてる。何これ。あ、しかもね岩場が背景紙になっているね。嬉しいわ、このサイズ感でモノリスが来るの。とにかく中見てみる。もうほんとね、取り出す時はぐちゃぐちゃにしながら取らないと取れません。いやマジで降りそうなんだけど、怖っ。うわー落ちた。オッケー。はあ、内容物はこうなっております。では実際本体を手に取ってみましょうね。やっときましたよ、うちに人猿のフィギュアが。っていうかかっこいいね、このなんかオールバックのような髪型の流れ具合がすごいね。これはいいじゃないですか。口の中の造形というか、この牙の造形、見事なもんじゃない。目のペイントもしっかりしてるね。毛の表現がね、この塩ビみたいなもので表現されているから、あ、ここは柔らかいんだね。しかもね、基本ねカッチカチで硬くて、このトゲがあるような硬さがあるんだけど、ここは柔らかいんだね。まあ可動を加味してということなのかな。彼らは手がすごく開いてるでしょ、左右に。これがねいかないんだけど、ヒトサルに関してはかなりねしっかり体までくっつきますよね、関節がね。以前から見てもらってる方はご存知かもしれませんが、なんといってもデフォリアルシリーズで人猿ってフィギュア化される予定だったのが発売中止になっちゃったんですよね。あのデフォリアルは未だに僕ね根に持ってるんですけど、いよいよね12分の1スケールのちゃんと刀身のね崩れていない人猿のフィギュアが手に入ると。いや、こんなのあれだね、考えてみるとマジで発売するって素晴らしいね。ただの猿のフィギュアじゃん。可動を見ておきますか。顔がぐるぐる動くかな。上はね、モノリスを見上げたいんだけど、まあそんなにかな。頭が少し干渉するんで、下もそんなにはいかないかな。あ、この辺も柔らかい。ていうか、パーツ分かれてんのこれ。いやー、すごいね。パーツがこの辺ね、分かれてるわ。ここのね、ジョイントが何重にもなってるんで、うわー、うわ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 、めっちゃ動くわ。肘はやっぱ毛並みがね、干渉しちゃうから。そんなに曲がんないかな。手首めちゃくちゃ優秀だね。胴体はここも完全に回るもんね。腰振り、足の関節もめちゃくちゃ動くじゃん。後ろもこれぐらい開きますと。膝の関節が、膝は90度って感じかな。足首は伸ばすとこれぐらいなんだけど、あー踏ん張るとこんな感じか。でもちろん動きますからね、指先までね。しっかり5本あります。お尻、股間は作られておりませんけど、まあ絶妙に隠れてますよ。まあ足もね若干こう開いたりして、ガニ股にできるっていうのがすごくいいね。膝をねもともと曲げてるような印象だから、直立しようとしても腰をね若干落としたような体勢というような。いやこれすげえいいじゃん。これ立たせるとめちゃくちゃかっこいいんだけど、ちょっと前屈させた方がいいのかな。うわー、めちゃくちゃかっこいいわー。すげえかっこいい。なんか怪人みたい。仮面ライダーに出てきそうな。まあざっくりそんなとこなんですけど、あとはですね、なんといってもやっぱ顔面の付け替えパーツがあるんで、こんな感じで取れました。口を閉じたバージョン。なんかすげえすっとぼけた表情してますが、モノリスを発見して警戒してる時の
表情って感じ。こんなもんかな。なんか首がさっきより長くなった気がするけど、もしかしてやっぱりそのモノリスをこう見つめてる時だから上向きやすいようにしてるのかな、こういう風にね。そしてね、以前もね申し上げましたけど、この表情やっぱりあの水は奪われて不満げな表情というのが、この顔面ですよね。不満げであり畏怖の念を抱いた、そういう表情かな。やった、でもこっちがかっこいいね。手の付け替えパーツ見とく。パーの状態とグーの状態、そして何か握り手ですね。通常のねバージョンもあるんで全部で4種類ついてますよ。骨を持たせてみますかね。よいしょ。骨がね2種類ついております。これなんで2種類ついてるかっていう、これまあ予告動画でも触れましたけども、最初にモノリスを見た後覚醒して、これ武器になるんじゃねって言って発見した時の骨がこちらの骨なんですよね。とんがりが目印でございます。一番最初に手に取った骨、これでもバッサバッサと周りの骨をね砕いてその感触を確かめたと。そして2点目、これは最後水場を奪う際に、うわーれーってってこれをぐるんぐるんぐるんぐる回して、そして宇宙衛星になった骨でもございます。まあこれあれでしょ、別にどっち持たせようとそんなに関係ないでしょ。ちょっと最初のポージングできるかどうか確かめてみましょうか。パッケージに合いましたね、この写真ですよ。よっしゃ、あの体勢ができるのかっていう問題なんだけど、膝がこれぐらいしか曲がんないんだよね。可動がしっかりかなわないのに無茶してこれつけてんだよね。どうやっても曲がんないからほら無理じゃん。あーかっこいいね。だけどすげえかっこいい。ほらあーって殴ろうとしてる。膝はちょっと厳しいけども、まあでもこんな感じだよね。やっぱり膝立ちで飾らせたいなって思いはあるけども、次がねだからこっちの骨ですよね。こっちの骨がどのシーンかというと、ちょっと写真出しとく。このね骨を振り上げる時の、いやーむずいね、このポージングは難しかったまあ飾る時はもうこれでしょう。これぐらいか。あーかっこいいね、マジでかっこいいんだけど。はい、こういうことができるフィギュアでございますと。こちらがビッグサプライズのモノリスの12分の1スケールフィギュアということですね。まあプラスチックみたいなものでできてるんで、かなりね軽い素材なんだけど、すでにねかなり激しい傷がついているというね。まあこんなのアメリカのフィギュアもしょうがないかな。台座もしっかりついてますよと。まあいいじゃないですか、こんなのがついてるだけですげえ嬉しい。わかります、このサイズ感、こんな感じですよ。これマジで嬉しいわ。フィギュア棚でまた場所取りますけど、これは飾れるね。サイズ感がですね、ヒトザルがね直立で多分 15.5 センチかな、モノリスがこの状態で 29.5 センチ、幅が13センチって感じかな。台座はね20センチぐらいあります。ヒトザルもねわーって言って、わー怖い怖い怖いって触りに行きたいけども、スーパーセブンさんの醍醐味はこのシルバースーツがあるから触れることもできるんだよっていうのがすごくいいよね。すげーいいわー、これで飾れる。でもこのヒトザルのこの躍動感すごくいい。今回ねこのような形で5体実質発売されたような感覚ですよね。モノリスまでついてるっていうことで、ちなみに価格はですねやはり55ドルほどの定価だったんで、円安じゃなければこれ5000円ぐらいで手に入るっていう計算なんだけど、まあ7、8000円するっていう感覚かな。このモノリスすげえお得感があるね。このモノリスをつけたっていうのはマジで商売上手だなって思います。やっぱこれ買わざるを得ないでしょう。ということで2001年宇宙の旅の12分の1スケールのフィギュアラインナップが今これコンプリートですね。向かって右側、こちらはですね国内メーカーメディコムトイさんが作ったラインナップ、一方こちらが2022年の9月にスーパーセブンさんから発売されたラインナップでございます。このスーパーセブンさんが素晴らしいのはですね、なんといってもやっぱ顔面がついているよということとですね、グリーンのヘルメットと赤いヘルメットついてますから、メディコムトイさんでいうこの2体を一つのフィギュアで叶えてしまうという付け替えパーツ、これはもう以前の動画でも紹介しましたけど、そういうね楽しみもあるし、なんといっても前人未到ですよ、ヒトザルのフィギュアを商品化したと。さらにこのモノリスまでつけるっていうね、本当にねありがたいなって思います。もちろんマフェックスおすすめではあるんだけど、いやいや顔面欲しいよっていう方、実在感が凄まじいでしょ、やっぱ顔があるだけで。まあそうやって遊びたい方はですねスーパーセブンさんおすすめですね。まあなんといってもヒトザルはねマジで買いからということで、今回は以上でございます。ありがとうございました。